市長の小田川です。昨夜安倍総理から緊急事態宣言の対象地域の拡大が発表されました。特に茨城県は感染防止対策の取り組みを重点的に進める特定警戒都道府県に指定されました。日々感染者が増えていく中、市民の皆様におかれましても不安な日々を過ごしていることと思われますが、今こそ冷静な対応をお願いします。今市民の皆さんに私からお願いすることは、外出の自粛、そして3つの密を避けることです。また茨城県からは国の方針に基づき、3つの密が重なりやすい施設に対する休業要請、3つの密が重なりやすい施設でのイベントの開催自粛、これらが要請されていますが、生活を維持する上で必要な医療施設、生活物資の販売店、食事の提供施設、交通機関などについては感染防止策を講じて継続しますのでご安心ください。連日のように新たな感染者が増えていく非常に厳しい状況が続いています。今この瞬間からの私たちの行動によって未来を変えることができます。大切な人のかけがえのない命を守るために、一緒にこの困難を乗り越えましょう。よろしくお願いします。